長野自動車道は長野県岡谷市の岡谷ジャンクションから長野県千曲市の高速 JCT に至る高速道路である。略称は長野道。高速道路ナンバリングによる路線番号は中央自動車道とともに E19 が割り振られている。長野県中央部を縦断する高速道路であり、おおむね国道19号と並走している。長野県南部の中央自動車道と北部の 上信越自動車道を連絡しており、東海地方や中央道沿線と北陸地方を結ぶ役割を果たしている。また、北関東自動車道の全線開通後は、東北、北関東方面と東海、関西方面を、東京都内を経由せずに高速道路のみで往来できるルートとして、重要度が増した。岡谷ジャンクション付近法律上の正式な路線名は、 中央自動車道長野線である。中央自動車道長野線は、東京都杉並区から長野県長野市に至る路線であり、東京都杉並区山梨県大月市は、中央自動車道富士吉田線と、東京都杉並区長野県岡谷市は、中央自動車道西宮線と、さらに、長野県千曲市長野県長野市は、関越自動車道上越線と重複している。重複している区間は、 中央道、上信越道として開通しているため、長野道は、中央自動車道長野線のうち、それらの残余の区間ということができる。日本道路公団が建設、管理していたが、2005年10月1日の道路関係、4公団民営開港、岡谷ジャンクション、安曇野インターチェンジ間を中日本高速道路が、安曇野 IC 公職 JCT 間を、 東日本高速道路が管理している。サービスエリアパーキングエリア売店は、筑北パーキングエリアを除くすべてのエリアに設置されている。レストランはすべてのサービスエリアに設置されているが、ガソリンスタンドは、あずさ川 SA のみに設置されている。24時間営業の売店があるエリアは、あずさ川サービスエリアのみである。 主なトンネルと橋トンネルの数ハイウェイラジオ24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成2003年度 JH 年報ありがとうございます。